はい、どうもワイワイと申します。よろしくお願いいたします。いやー、本当に寝起きっていう声をしてますよね。今日僕はね、寝起きなんです。そう、寝起きなんです。まあね、今回で第6回目ぐらいになりましたでしょうかね。天水の桜姫というね、お米を育てる稲作アクション RPG と言われてますけれどもですね。でね、前回の動画がちょっと中途半端なところで切れてしまったっていうのも、前回ね、米を作り出したんですよ。前回で。しかしながら途中にね、貝丸が行方不明になるっていう事件がありまして、その貝丸を探した結果、最終的に貝丸は見つかったんですけれども、なんかカッパがね、そこにおりまして、そのカッパもなんか自分の里がやられかけているんだと、なんとか助けてくれないかっていうね、ちょっと違ったごたごたに首を突っ込む形で、終わったっていうところなんですよね。果たしてまあどんな評価のお米にね、前回から歴史続きのあのピュアハートファームかな、もうしょうもないなんか言ってましたけど、忘れましたけど、まあそれができたのか、そして、その次の畑っていうのはどんなね、どっちかっていうと味とかっていうどんな形に植えたのか、ぜひここら辺を気にしながらカッパの動向をね、探っていただける第6回にしていただければと思います。というところで、では早速動画をご覧いただきましょう。第6回目の天水の桜姫の動画でございます。どうぞ。いやー、果たしてね、このペースでいって1年がまるまる収められるのかなんて言ってね、ちょっと気にはなっておりますけれども、さあやってまいりました。夏の3日目でございます。水に関しましてはまあ十分にということで、北島康介させていただいておりましてですね、まあでもただ収穫の時期に入ってくるかと思いますんで、そろそろ入水を止めていってね、収穫準備していきたいと思いますよ。何、どうしたの、どうしたの、急になんでそんな聞こえの、前方どうした、カブトガニ探してんの、カブトガニ探してるんちゃう、川に何か落としたのか、うん、何やの、解決せえよ、田植えも死んで、田植えも死んで、田植えも死んで、あ、また穂が熟したってさ、あれもう穂が熟した、え、どうしよう、収穫した方がいいかな、ちょっとごめん、今年さ、早くもう収穫していい、もう今収穫しちゃってもいいかなっていうのも、ちょっと敵と戦うみたいなところを今やれるだけやっとかないと、桜姫の能力が今ちょっとまだ見合ってない感じしてるから。よっしゃ、じゃあもう早速夏の3日目ですけどね、収穫しちゃおうかな、収穫しちゃうぞーん、これでまたみんなで白飯食えるようになるんだから。しかもね、今年に関しては悪いけど、白米が、白米がね、だからなくなってないねん、まだそこすごない、白米でつなげてんねん、なんとか今1年間。さあそろそろじゃないでしょうか、さあこの真心よ、君たちに届け、収穫完了、うわぁ、いやっはいやっはい、ああ、今回の量見てごらん、ほらはさがけしきれないや、これどうしよう、これ田植えもんさ、もうはさがけしきれないよ、これ余っちゃってんだけど、これ、あ、違う、二段構造や、これほら見て、二段構造やった、うわーすげえ、今回めっちゃ多いで、その数なんと16ハサ、これはいいね、16ハサはやっぱ倍やな、う、今年もどうにか収穫まで終わったぞ、稲が乾いたら脱穀じゃが、焦げ橋を使うのも面倒、あーはいはい、いつもさっさっさってやってるやつな、ちゃっちゃと進めようとするとうまくもみが外せぬし、丁寧にやっておってはいつまで経っても終わらぬし、それがしはもともと不器用にござりますゆえ、まず雑にもみを取ってしまい、一緒にちぎれた余分な葉や茎は後で取り除いております。なの、もしやそっちの方が楽なのか、なぜそれをはよわしに教えんのじゃ、いや楽かと申されますと、おいのやり方でいいならもみをもっと早く落とす道具作ればいいんでねえか、お、何か考えはあるのか、マリファナヘッド、おうだな、うまくいくかは知らねんけども、やってみんな素材ば集めてけれ、わしは楽をするためならば牢は大島のぞ、うわ何それ、え、脱北機、名付けて千箱機じゃ、あ、聞いたことある、なしておめが名付けてんだ、それにどこに千箱がある、分かっとらんの、こういうもんは勢いが大事なんじゃ、持てなさ持てなさ、勢いよく手柄を横取りするでね、俺はうせえこの野郎、黙ってろ、桜様、それではこれからはこの千箱で脱穀をいたしましょう、おっしゃ、脱穀できるんちゃうんじゃ、千箱で脱穀しようや、え、これ今乾燥どう、全然か、あ、乾いてない乾いてないってさ、
じゃあどうしようかな、ちょっとだけ時間多分潰したら乾くから、木の葉の里でも行く。パンパパンパパパンパパパン、かかし先生、右目がいつも見えないってばよ。おい、そんなこと言うなよ、ナルト。ナルトよ、ナルトね、よよ、貴様。相川翔になんだけど、サスケは相川翔が当ててたっけ、これ。はい、ただいま、もうだいぶ時間経ったと思うけど、十分に干せた、オッケーナイス。オッケー、次のコーデ行こうじゃ。初めて千番組ちゃう、押していた峰を、うん、ね、移動しました。これちょっと夜通しまたやっちゃおうかな、今日。どうだろう、こう、めちゃめちゃ多いやん。いや、せ、いや、使ってるよ、脱北開始。あ、これ、めっちゃ楽や。めっちゃ楽やわ。すごいね、昔の人はこういう風にして撮ってたりしたんやろね。あの、私はこういう動画を上げているとですね、まあ、ある方、リスナー様なんですけれども、ある方、農業に携わっている方からちょっとダイレクトメールとかね、まあ、こうチャンネルにお問い合わせ来たりとかすることもあってね、非常にこう米の知識なんていうのを私に教えてくれたりするということで、まあ、また新しい経験させてもらってるなってね、私なんかしみじみ感じながらね、あの、米育てさせてもらってますけどね。よっしゃ、脱北完了。金太の分際で便利なものを考えおったの。まあ、そうよね、確かにね、乾燥度 100% 今回もいいでしょう。ほんで、もみすりもね、もう早速しちゃおうかなと思ってるんですよ。また夜超えちゃってね、次の日、秋の3日目になるんかなと思うんですけど、ちなみにその得た情報でなんですけどね、このもみすりっていうところで一応白米にしてるじゃないですか。ただこの白米っていうのは昔はね、すごいあの偉い人から食べられるものだったんですって。そしてね、この白米1個、1膳というかな、にはあの角砂糖何個分っていう糖分が入ってるんだって。だから3食もしね、白米を食べてるとすると、すごい糖分をね、角砂糖40個分ぐらいの 糖分をね、取ってしまっている計算になるという、現代人は。だからまあ、ある意味でやっぱり贅沢にもなるし、だからこそこうメタボリックシンドロームみたいなものもね、生まれるんだよなんていうね、そういう情報もね、まあ、いただいたりはしましたけどね。はい、もみすり完了。溢れる美しき輝き。俺は悪い、もういつもでも俺は白米、太ったって白米。そして完成しました、新米完成。まあ、ざっとこんなもんか、こんなもんかいうことでね、今回の今年の作品の名前はエンジェルキッスっていう名前、まさにこの口どけ天使のうまみということなんですが、どうでしょうか。まあ、ただまあ量の部分の伸びはいいんじゃないでしょうか。どうでしょうかね。この量が増えることによってお米の入手数が84と大きく増えましたよね。格はあんまり上がったりで、こっからだから、まずね、まず全体的に増やしてから味とか香りとかね、そういうものを高めていこうかなと思ったよ。まあ、ただ今年はね、貝丸の件があったんでね、ちょっと伸びは短かったけどね。よっしゃー。いや、でも白米84は多すぎるって。マジ白米84なんてできた日には。で、まだこの秋の時間あるでしょ。今この秋の時間に肥料を、あ、まあ、これまあ明日の朝巻くやつですけど、肥料を完成させて巻いときながら、元肥しときながら戦いに行きたいと。どうしたん、お、まだユイが何サボってんの。何か困りごとか見るという。それが何、どうしたの。金太がまたのす、もう金太この野郎お前。おそらくというのも、日に日に手口が巧妙になっており、今では確信も持てぬありさまにございまする。確信？今何時か聞こえたですか？何かって何じゃ。どうした貝丸？お前貝丸にて、こんな野郎！何それ？どうしたの？え？貝丸の首だけ入ってるとかちゃう？うわ、最悪や！マジで言うてんの？た、せっかく助けたのに！あ、ちゃうわ。なんと、うん、危ないとこにこうだったね。幼子を髪の中に閉じ込めるとはひどいことをするの。オッケー、もう大丈夫ですよ。あ、ゆい、神様。ゆいではないか。ん、お主髪飾りはどうした。あ、ほんまや、つけてない。うん、金太に。え、もう我慢ならん、こたびはあの子アッパを叩きのめしてやるわ。火事だ火事だ、飛んで火にいるなんとやらじゃ。このわし自ら神罰を与えてやるから、おとなしくそこへ直れ。聞こえねえのか、火事火事だって。家が燃えちゃうぞ。おお、まだも、大きさま燃やしちゃ、お前を、この子だ、お前ボケ。かまど、なんじゃなんじゃ、どこに行く見るて。
ああ、見るってかまどの火消したつもりでした、うん、外に出した灰にまだ火が残っておったんだな。それが近くの薪に燃え移ったのであろう。そうだから言ってたじゃねえか。言ってたねえかじゃねえだろ、この野郎。お前がお前そんなことするかちゃうんが。おじい様のおっしゃる通りじゃ。よいな。浅ましさ、気協力のために日々何かを計りにかけておるか頭を冷やして考えてみるがよい。何言うてかわからん。お前もわかりやすい言え。もっといいすかよ金太、誰にも信じてもらえねえと金太も困るべっちゃ。わかった、わかったってもうしねえから本当にごめんなしてくれ。ふん、口だけ言うなら何とでも言えるわい。よいか金太よ、その心これからの暮らしで示していくのだぞ。お前どんだけ甘いね。ああ今日ばかりはさすがに肝が冷えたんべ。金太、あこれ見ると怒ったんちゃうじゃん。ありがとう、ありがとうございました。なんでやねん、何がどうなってんねん。壺に入れられたカイマルは何やってん。ほんだなんで壺に入れる必要があんの。さあと言いますことでね、本日でも秋の3日目とこういうことになりまして、もう米も作ってねステータスも上がっておりますんで、このままカッパをいよいよ助けに行きたいなというふうに思ってますよ。ダンジョンに今から行きたいなと思いますね。よっしゃ、じゃあ行きますか。いよいよ大泡の巣、ここの最奥まで行くことによってカッパがどうのこうの言うてましたんでね、倒しに行きたい思いますよ。最近分かったことなんですけど、今更かよっていう感じなんですけど、敵をこうバーンと叩くやんか、敵をちょっとやらせ、敵をこう叩くやん、上に上げるやん、でこう浮いた時にこっち引っ張ってくると、もう邪魔やねんこの水の玉がさっきから落としの、こうやるやん、これ浮かすやん、ほんでここで引っ張ったりするとこいつがまた近寄ってきてみたいな、これの連続ができるってことだ。これの連続をすることで敵がどん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 弱んのよ、弱んねん、まさに防御力。それをうまく利用すると意外と敵を早く倒せるんじゃないかっていう、やっと戦いとは何たるかが分かってきた今。かっこいいやろ、かっこいいこと言うやろ、俺戦いとは何たるかが今分かってきたんで、今まで俺どうやったら広末涼子と結婚できるかしか考えて生きてこなかったけど、でももう戦いのステージはもうステージ5まで来てる。ステージ5ってガンか。こう上げます、はい叩いて引っ張って上げます、叩く、ここでよしよしよし、これ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 、こういうこと。今の見た、今の連続技見た、こう浮かして上に上げてこう引っ張ってこうやってっていうのを連続してバン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 ってやっていければ、ほらもうカメラも戦う気あらへん。何のこっちゃ分かってんのこいつ。なんとか間に合い、なんとか夜までに間に合い、おっしゃよっしゃ間に合った、なんとか夕方まで間に合った、よしこれで、あ、ちゃうわ、これで次水の沢行けるようになった、周辺が安全になって新たな田んぼは開墾された。え、カッパはここが増えてんて、水の沢、これはあれが行くとこやから、でもカイマルが行くとこやねんけど、あれカッパはカッパ関係なし。それから数日間カッパの里を探し続ける桜姫、しかしどこに行けどもカッパはおらず、ついに暦は冬の3日目、新しい稲を植える時期に差し掛かってしまった。うわ、ちょっと待って、分からんぞ、マジで分からん、何したらいいか分からんぞ。まあ普通にご飯を作るってことはもうもちろん大事なんやろうけど、どうにもね、そのカッパの巣みたいなとこが分かんないんだよな、まあ、何回か行ったところもね行ってるんですけど、もう一度ね、全然いいんだよなカッパが。ね、どうした、あ、そろそろ今年の稲作が始められる頃合いかと存じ、ああ、そうか、もうそんな時期か、早いな。種もみの数も増えてまいりましたゆえ、今年からは種もみ選別を行う。なんだそれは。種もみにも一粒一粒に違いがござりまして、よく育つものもあればそうでないものもござりまする。弱い種もみは病にもかかりやすいため、あらかじめより分け除いてしまう方がよい。ほうと、例の巻物には書かれてあり申した。ああ、母親が書いた農書ね。よし、ならば試してみようではない。どう、はい、どうすればいいの？はいはい、はいはいはい。なに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 ？ちょっとタコはみたいな帽子かぶってる説明もできてないんだけどさ。種もみせんべい、いや、デイスイセン。どれを使ってみよう。はい、うん、よろしいですか？だって、種もみ一粒一粒に違いがあると申しましたが、良い種もみは実が詰まっておるので、重くて、まあ、沈むってことなのかな？はあ、裏を返せば悪い種もみは軽いということになると、はあ、
そこでそちらの壺に入った泥を用いる。この泥を種もみが入った水に混ぜてやると水が重くなってやがて軽い、つまり悪い種もみが浮き上がってまいる仕組みになる。ほーそうなんや、はあ、泥と混ぜることでやって意味がなんねんな。浮いたものは使わないということにございますゆえ、求める質を上げれば上げるほど収穫量が下がるか。なるほど。あーなるほどね。まあまあでもいいんじゃないかな。そんなに量は私も必要やと思わへんので。泥を少しずつお入れくだされ。これぐらいでいいってことじゃん。え、わかんない。ゆっくりっていうのがわかんねえ。もうガーッいったあかんのこれ。ガーッいかへん。次に横の棒にも近い回すようにかき混ぜねんて。はい、回すようにかき混ぜる。はい、長押しのぞき込むかき混ぜる。どうやってかき混ぜるの。おっせえおっせえなあ。これ悪いやつな。これ悪いやつなんちゃう。混ぜることで水が重くなり軽い種もみが浮き上がってまいんねんて。だいぶ早なったけど、急になんか渦潮みたいになってるけど、こたびはこれを繰り返して出量の日が良いところまで目指しましょう。やってていうか、もうなんか鉱山物質浮いてきてんねん去年なんか入れすぎたんちゃう去年なんか入れすぎたんかして、真ん中になんか浮いてきてますけど、これ大丈夫です。これなんかわがたま浮いてきてますよ。これぐらいでどうやろう。じゃあこれで一旦もう全部泥使ってもう思いっきり混ぜてってやったから、ちょっともう真ん中にもいらんもんが浮いてんねんけど。はい、じゃあそれで、はい、こんなところか。種もみ選別完了。少し沈んだか。うん、品質はちょっと良くなって295にか、だから半分ぐらい減ったってことな。結局半分はしょうもない米やったってこと。ほんならどういうこと。それでは早速選んだ種もみを巻きましょう。うん、田んぼへ持っていくぞ。いやいや、お待ちください。種もみは種はなく、こちらの育苗箱にお巻きくだされと。どうや、なんでなのこれは。芽が出たばかりの種もみっていうのは いわば赤子にござります。ある程度大きくなるまではここで病や鳥から守…あーそういう意味があるんや。種まきの方法はいかがなさりまするか。あ、厚まきする、薄まきするって書いてるけど、まあでも別に厚まきして収穫量が上がることはいいけど、まあもう量的には俺は十分なんですよ意外と。だから薄まきでいいんじゃないかなとは思ってんねんけど、どうやろう。うん、このまま大きい苗に育つまでお待ちくだされ。おや、田起こしがまだお済みでないようですな。稲が育つまでの間、あ、ほんでそこで田起こしが入るってことなんだね。田植えもんで、田植えもんは一体何してんの。なんで田植えもんはずっと何もしないの。田植えもんなんか金剛力士堂みたいな、お前髪型しやがってこんのやろ。どこの理病室でやってもうたんそれ。なあ、なら、あーどうやらみんなごめん、おはよう。あのカッパの頼み事って、カッパどこにいんのかっていうのは、島での総合探索度を高め渓谷の水源を発見するって書いてるから、島での総合探索度っていうね、要するにあの何パーセントみたいなやつ、あれをね高めなあかんかったみたいなんよね。ということで結局12月の、12月ちゃうわ、冬の3週に入ってきてしまいましたですね。でもう今夜になっちゃったんで、これね、いや田起こしせんなあかんねんけど、今回はねやっぱりそのカッパの話っていうのを終わらせるところまでは行きたい。ただ多分動画の都合上時間としてもう20分ぐらい過ぎてるかもしんない。だから私は一旦ちょっとこの1年はパッパッとやりながらの、ここを早くな、ちょっと早くしていってもいい。もう見てみこの作の平の動き、ほらもう戦いやもんこれ、ほらもうこれ、もう百代目のコメドの戦いやねんこれな。地球との戦いでもあるし、これほらほら、これでもう今日大丈夫やで、もう 100% やんちゃろ。どう、うむ、よく耕せたと思うぞ。肥料なしって何。肥料なしやないじゃないか。ちゃんと肥料やってるでしょ。なんで撒いてないの。なんで撒いてない。で今年はごめんやねんけど、もう琥珀と獣の糞が入ってるって言うせいで、ちょっと気色悪いな、気色悪いねんけど、ちょっとな、硬さを高めようかなと思ってる。この石材とかあるやろ、これ入れ、まあこれ5個、6個、7個、8個入れて、で銅鉱石とかはもう39個入れて、これもう毒がもうすごいねんけど、毒やねんけど、これ毒やねん。だから俺毒をつくんねん今から。実はで結局人間って地球のがん細胞やから、ええんちゃうかと思ってんねん別に。それでもどうやろう、まああとはもう適当にいらんもん入れていくから、
いらんもん入れていくからって堂々と言うてる俺もどうかと思うけど、この世の中にいらんもんなんかないからな。もうそれだけはほんまに勘弁してよ。もうみんなほんま頼む、なんか言わすん、おじさんにせやろ。この世の中にいらんもんなんかないねん。仮にあなたが窓際にいる会社員やだとしてもやな、そんなことあらへん、そんなことあらへんねん、そんなことあらへんで。何やねんこれ、何してんねん俺は一体。実況してんのか。でね、装備とかもほら、この翡翠の大弦のやつ、これ強いんだけど、これがねもう買えるようになったから貯めてきたから、今回も、今回っていうか今日もあのカッパのやつ進めなあかんと思うね。だからもう早速カッパの話進めに行くよ俺。あっちょっと待って、これ新しいところ解禁されたんじゃない。それ待って、この回俺さっき倒さなあかんけど、今もうすでにもういたクリアしたところ俺行けるんだけど、なんか多分目標を達成したからかして新しいとこに行けたみたい。ちょっとそれ見てみようか。おっしゃ、なんか新しいとこ行けんねんな。傍受のなんて、あ、清水滝やって。え、これ何、清水滝って何、これも、あ、これも探索するとこ、清水を入手する、氷を入手するとか言ってる。え、もしかしてこれ、この葉の里ちゃん、あ、この葉タタタタタタタ、うんうん、捕まるってばよ、捕まるってばよ。はい、アフトンといい加減にしろよこの野郎、てめえ。うちは一族は、うちは一族はな、あの思ってるよりな大変なことになってな、なんで、なるほどこの野郎、あんなてめえ。これ一回やってみようよ、ほら、あ、わさびわさび、ここ氷らしいで、ほんでなんか氷、この氷ってなんやろな、これどう使うんやろな。そこら辺もちょっと難しいところではあるけれども、新しいまたこれ最終位置も見つかりましたんでね、これは今かなり上がってるんちゃうか。グッとカッパの頼み事の中では渓谷の水源っていうのを発見せなあかんから、多分この傍受の湖でもこの清水滝でもない。しかしながらかなり西から北の方へ伸びていってるのかなというね。これはいいですよ。ごちそうさんでございます。はい、お疲れした。いや、だいぶ上がったんじゃない、これは。だいぶ上がってるしね。カッパの頼み事の欄がなんか消えないんだけどね。ただもうやってまいりました、いよいよ皆さん春の1日目ん、なんか武器飛炎を習得したって言って、急になんか武器を、武器っていうのはね、これもまあ皆さんに説明しないと思うんですけど、あのまあ戦い方の中で技っていうのがあるんですよ。でまあガマを耐えした時に私がこの車輪弾っていうね、空中から落とすみたいな技をした。こういうのは覚えてないとあの使えないんですよね、まずね、そもそもが。でさらにこれがね、何回も使うとこの1000分の433とか3000分の220とか書いてますけど、2200、これ熟練度っていうのが上がっていくっていうね、この熟練度が上がっていくことによって攻撃回数が4回に増加するとかねっていうことがあるっていう。だから使えば使うほどまた強くなるよみたいなこともあるんですよね。それを覚えたと。ひえ、かっこいいや、望む方向に高速で振り抜ける片手武器の技やねん。ヒエン、ヒエンとかやりたいな。じゃあどっかのタイミングで、今年はちょっとごめん、普通に植えていってもいい、もう今年っていうか今まで培った全てを俺はもうそのなんか文面とかもうほんまそれやめようや、もういい加減。違う、みんな大人なんやから。せやろ、もうそんなんちゃうねん今時代、そんなんちゃうねん、自分で切り開いていく時代やねん今は。真珠とかもいっぱい入れたらいいじゃん。あ、この真珠ええやん、真珠なんか22もなりよんだよこれ。真珠入れようや、真珠入れようやっていうか、もうそれは真珠なんじゃん、ほんだろ米っていうか、俺さ真珠ちゃうか。もう今年はほんで早植えしていくから、もう俺は早植えでと決まって147しかないんかな、絵が。もう植え方ももうこっちのこっちとら決まってるんで。できたこれ、こんなところか。ヘリホマレっていうの、かなり寄せて、かなり、そうやで、かなり寄せてっていう、その稲自体も稲自体もかなり寄せてるし、稲たちも寄ってるしって、これもう新鮮な水たちだけがピクミンのようにね、こうわーっていってるってことやね。これがヘリホマレのほんまあの 強さっていうか、ヘリホマレゆえにこれはこうなってるの。これはもう水をもちろん入れてる、早植えやから。これを水を入れ、もちろんこれで水管理はしっかりしていくよ、それでも、うん、ああ、いいね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 、だけにな、うん、今ののもいいやろ、今の自体がいいやろ、やっぱそう、そうやね、そうやね、全部やっぱこれあのなんていうかな、うまいね、全部がうまい、ね、今とはいえカッパも早く探さなあかんから、傍受の湖行ってみるじゃん。
この傍受の湖ちょっと苦戦しそうやけど、この傍受の湖にどうやらボスがいるみたいやから、そのボスをちょっとね倒したいなと思ってるのよ。あ、これボス臭いんじゃん。なんかここ何これでけえ、何これ でかくなっちゃったよ。久しぶり見た、これでっかくなったんじゃん、じゃん自分ら。マギーシンジキー君久しぶりや俺。よいしょ、はい倒した、なんとか倒しましたよ。あ、あゆみたいねんけどな、あれあゆ倒しました。おっしゃ、これでまたここもほんなら完了になったんやけども、どないでっしゃろう。新しいとこ出てきてる、出てこへんか。いや難しいな、探索率高めるの難しいわ。大きくなっちゃったアユを撃破してもなお現れぬカッパの里であったが、それでも探索し続け迎えた春の3日目、ついに物語は大きく進展する。お、新たな地域日の江水仙郷へ行けるようになったらしいで。これちょっと待って、どこ見てみよう。ここほら日の江水仙郷、なんか新しいとこが出てくるんだけど、そう強さが足りてへんっていうか、もうボン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 で、うわここやわ、みんなその位置って言うてるもん。完全にここ、ここカッパや。これはちょっと後回しかな今は。よっしゃ、ただいま。見てごらん、ほらこの雑草の感じとか、雑草を耕してる畑みたいになってるやん、ここ。あんまりにもヘリに寄せすぎて。でも逆にそういう影響とか受けへんかな、受けえへん、受けたくても受けれへんしな。だって端に寄ってんねん、全部見てごらん、だってこれやねん。だってこの状況でじゃあ雑草がどうのこうの関係あると、関係あらへん、そんな全然。よそはよそって感じやもん、もう。いただきまーす。サザエでございます。お魚くわえたドラ猫追っかけてわー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 、裸足でかけてく愉快なサザエさん。愉快なんかい思わん。俺多分2歳の時にはそれ思ったで、もう。え、愉快なんやそれ言うて。買い物しようと街まで出かけたら、わー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 、財布を忘れて、陽気なサザエさん。陽気なんかい、それでも強っ。そらみんな笑うわ、お日様も笑うさあもう早速ですけれども、夏来ましたよ。ほんで夏の1日目ですよ。まあもうどれがいいとかああだこうだとか、もうそんなねごたくはいいんです。今は今回に関しては20分でもう皆さんに1年をお送りしなきゃならないっていう制約がある以上、俺は自信を持ってお勧めするけど、ヘリホマレは。で今日ももちろん京都で行かなあかんから、探索しに行かった、カッパの話が気になる社内にから。でも今日から行くから、日の江水仙郷、ここやね、多分ここがほんまにカッパの言うてるとこやね。だから今もう貯める必要ないの、俺は。ここでまず どこまで行けるかを今測っとかんと、ほんでその後にできた米でやっとパワーアップして勝てるか勝てへんかって、そういうのを測りたい。いやでも確かに硬いわこれ。いやきついな、これ硬い、強い強い、一匹一匹が強い。でみんな教えたろか、このゲームでアイテム結構隠されてるんだけどな、多分こういうとこやな、ね、ほらな、こういうとこにあるから。もうこんなんもう全部俺知ってるから、俺作ったんと一緒やもん、これこのゲーム実は。嘘やで、さすがにそれは嘘やで、騙されたか思うけど。俺が今から作る嘘をでも見破れる人って少ないと思うけどな。今からほんまのことをもう言うし、嘘のことも言う。その中でどれがほんまでどれが嘘か、ほんと当ててみるみたいな。なんでそんなことせなあかんのえ、なんで急に今そんなことせんなあかんなったん、みんなは。これ日の江水仙郷絶対5ぐらいまであるって。これ5まで今日は行けへんけど、3まで行ったりして、またなんかここまでは行けました、セーブポイントみたいなやつ欲しいねんな。じゃないと絶対きついのがもう目に見えて分かってんねんな。いやー結局行けへんかった、結局その2までしか行けへんかったから、ちょっと今回ご飯はこっちで今後だって考えるわ。いただきます。甘酒っていうの入れてんだよね。出しておめえは酒で、おいらやゆいや水なんだ。何度も申しておるが、わしは大人じゃ、お主たちはわらしであろう。おいらの村では遠すぎれば酒ば飲んでたぞ。おらは別に飲みたくないちゃよ。子供の体大きくなるこれから、金太たち待ってください、もう少しです。ペット舐めるくらいいいべや。
すごい味やの。せくこともあるまい。それがしも金太と杯を交わす日が来ることを楽しみにしておるぞ。へっ、もったいぶらせるな。おいらいた。夢心地だ。いっちゃん最初のほんとカイマル喋れへんから。ごちそうさま。カイマルはもう喋ることができひんから、もう食うしかあらへん。まだあるんちゃうかっていう目で見てるもん。もしかしたらまだ残ってるかもしれへんみたいな目で見てる。これで、夏の2日目ですね。まあ、夏の2日目っていうことですんで、一応中干しするとかっていうことがねできる、まあ、水のねタイミングではあるんですけれども、早植えしたんでもうそろそろできるん、もう出水してますよね。もう出水してるんでもう水入れといていいと思うんですよ。別に分家させる必要がなかったんで、そもそもこれいいわ。ほんまにすくすく座ってほしい。ヘリホンマレあの隅っこの方で、まあだからどっちかっていうと大和なでしこみたいな意味合いと思ってもったらいいわ。うん、しとやかやねん彼は。あんまり出しゃばらへんねん、俺と違って。俺と違ってちゃうわ、あアホ。日の絵推薦鏡俺マジでいける気せえへんねん。だいぶすっ飛ばしていかんとボスまでいけへんのちゃうかな。まずすごい、もう全然レベル感覚が違うっていう感じはしてるから。よっしゃ、これで、多分これで次その3やと思うね。その3までいけてるはずやねんけど。よっしゃ、よしよしよし、これでセーブできたから、ここでその3。よっしゃ、これできた、その4。多分これその5パターンやな。ガマパターンやな、これ。ってことめっちゃ強いぞ。このほんでガマを、もういつも通りの展開っちゃいつも通りの展開やけど、これが俺も欲しかったわけ。ほんでこのガマを倒すときに、力が足りひんと。どうしたらいいんだ、そこで出てくんのがヘリホマレやん。ヘリホマレがそうじゃないかな、光らんてもんよ、そのうまみが輝かんてもん。でもう多分今の感じでいくと5までいけへんから、一旦ここより変えるわ。じゃあそろそろみんなありこか、茶島康介の時間行こうかな。もう明日には収穫、明日明後日には収穫できるから、もうこれ北島康介の時間やから。やっぱりな、その農林水産省のホームページとか減ったくれとか、そんなところでな、大切なものを見失ってない、みんな。あかんねあかんね、らしさを見失うとあかん。やっぱどうでもええ、農林水産省知ったことか、そんなもん。えらい手のひら返したな、なんかしら急に。どっちに向きもせえへん方向に返したな、俺。ん？どうしたん？何？またなんか問題？おお、カエマル、おお、来たよ。おお、何や？おお、びっくりした。カエルですか？カエマル、どうするですか？あ、ほんま、カエルも手に近くしてるやん。見よ。見るってこと？この色は緑いうですか？おう、みおい。当たりました。何してんの？なるほど、良いか。なあ、生き物をめでるのも良いか、さすがに炊事場では控えぬか。何普通のこと言ってんの、お前なんか考えてるんやと思ってんけど、俺はちょっとお前顎押さえてええこと言うか思ったら、めちゃくちゃ普通のこと言うだから。それがしも見る手もカイマルに少し甘すぎるか。甘いの？カエル不思議ですね。え、甘いの？それって甘いって言うの？え、甘いの今の？お前どんだけ甘いの？ほんだらお前何もしてへんやないか、いつも。何よお前、ちょっとここにお前かまどの前にカエル持ってきてくらいで甘すぎるかとか言いやがって、この野郎。お前甘々やんけ、お前の体甘々やんけ。ほんだらそんな言い方ないよな。なんでこんなにカイマルに当たり強いね。そんな世の中やってんのか今。ああ、そら少子高齢化にもならな、ほんな。おっしゃ、やってきました。夏の一応3日目、もう明日が秋というところで、今北島康介状態になってますけれども、だいぶこの肥料も吸いましたね、これね。もうそろそろ収穫できるかなっていうタイミングではあるんですけれども、その前にやっぱりね、あの日の絵水仙郷を、多分ボスがいると思う、そのボスのとこまで行っとかんと、このご飯の効果ちょうど出る時にやっぱボスと戦うという風にしたいのよ。さあ、ということでそろそろやと思うねんけどな、まあまた日の絵水仙郷っていうところをね進ませていただいてて、これでもうちょっとやと思うね。これが4かな、これが3か、あ、これでその5まで来たわ。で、ここら辺鳥いない？さすがに鳥欲しいねんけどな。いや、ないわ。その5よりも奥があるってやばいな。お、今までで初めてちゃうか。その5が今まで奥やったのに、これじゃその6があるってことや。うわ、なんとか今日中にボスまで行きたいねんけどな。おっしゃ、よっしゃ、やっといて、やっといて。ちょっと待って、その6まで行かして、ほんで夕方の間に行かして、行かして。これで多分鳥出てこへんか。うわ、鳥出てこへん。日の絵水仙郷カッパの王が、よっしゃ、来た、やっと来た、オッケー。これでかい。
ここ来たんでかい。ちょっと待って、うわこの先めっちゃ気になるけど、ちょっと今日はごめんここです。無理、もう夕方ってか夜やから。でもやっと来たね、カッパの大鏡まで来てるから。ここ絶対ボスやね。これもうボスは分かったね、こっちもな。ただもうはっきり戦うまでもないわ。今無理、今は絶対勝てへん。アコに行くまででもうほとんどのことを度外視して全然敵とか倒せへんまま行ってたから。はい、ということで、秋に入りましたですね。もう収穫時期でございますね、はっきり言うてね。どんな風な、まあ、いでになったのかっていうのはもう皆さん分からない、まだ分からないかと思うんですけれども、では早速ね、今回もう悪いけど収穫開始させていただきますよ。これここの手間まで考えてるから、うちの作品はここを剃ってるだけでもう全然いいね。もめっちゃ楽やろ。よっしゃ、まさかの5束しか作れずっていうね状態ではあるけれども、はさがけ完了ね。これでもう夜になったから、まあもう飯食わなあかんねんけどね。なんかあの農作業すると一気に時間過ぎちゃうからね、秋の2日目にも入りますね。そしてやってまいりました、秋の2日目でございますね。まあもう乾いてるやつとかね、とにかく今は OK 十分に保存。よし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 、これでもう次の方でいきましょう。とにかくこの秋でパッパッパッと終わらせてしまって、でもう体力万全の状態でね、やっぱ俺は行きたいと思ってるから、まだ見てもないボスをね倒しに。よっしゃ、脱北完了。さらにもみすり完了。これでまあもちろん白米、すなわちこれで新米完成。ざっとこんなものじゃ。うん、なんかあんま発言は変わってへんけどね。どうでしょうか、見てみましょう。おお、でもやっぱり硬くなった、やっぱり硬くなりましたね。え、っていうかパラメの伸びやばないか。体力、あの硬さっていうね、右下に伸びているあの近くっていうか、あれ六角形は体力を表すんですよ。で命っていうのが、まあ、HP ゲージやと思うんですけど、体力っていうかちょっと私も どこに攻撃にっていうのは分かんないですが、やっぱそこの伸びがね、あの医師たちが効いたんでしょうね。いやー、いいですね。これならばもしかしたら叶うかもしれない、まだ見ぬボス制覇。はい、いただきます。明日かしょ、どうこれ。まあまあ白米食うてへんからね、白米を食うてへんからちょっと味は分かんないかもしんないけど、でも全部のパラメータは上がってるから、ね、下がることなくもちろん上がってるわけだから。特に今回はちょっと歯応えがある、歯応えがある戦い明日にしますから。これは絶品だ。よっしゃ、いくか。今日の大一番やからね。これがヘリホマラで通じるかどうか、カッパの大鏡打倒ボス戦行きたいと思います。多分こっちだと思うんだけどな、こう降りたら始まるんじゃないか。ん、あれ違うか、ボスじゃないのこれ。え、絶対ボス。あ、ここが兵の湖じゃん。そうやな、カッパのとこやろ。湖底から何か現れますぞ。なんだと。おお、何これ、全然カッパの方が強そうやけど。これまた間の抜けた面構えよ。ほう、油断は禁物ですぞ。なそう、この大きな邪気、うん、やつがここら一帯を滑る鬼に相違ありますまい。ほう、カッパ探しから思わぬ獲物が飛び出たもんじゃ。そうだな、に続きこの谷もわしがいただいてやるわ。貴様らの兵のカッパよ。いや、こいつ絶対前からの攻撃に強いで、これこう、また、こう、攻撃パターンを知りたい。こいつ絶対前の攻撃から圧倒的に強いっていうパターンやと思う。違う、違うかな。おーおー、なるほど、やるじゃないか貴様。いや、でもこれ俺、変えるより戦いやすいかもしれん。こいつだったら変えるより多分弱い、ね、動きがかなり単調。いった、お前ほんまもうさ。お、なきさまがこれ寄って、おー、やる、おお。何してる、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 何だ急にお前は。捕まえてくれるわ。おお、なんか、おい、やった、関西弁、関西、あ、なるほど、こうやって倒すんだこいつ。よし、もう一丁、これでしまいよ、大なまず。ならば最後にお前に必殺技見せてやろう。行くぞ、新必殺技、ひぎひえん。気にするな、なまず。私の技がうまかっただけで、貴様の動きはそんなまずくなかったぞ。てか、あ、ほらカップやん、ペロロン言うてるやん。お主たちが例のカッパの仲間じゃない。色とりどりやね。もう安心じゃぞ。おう、はぐれたやつもうちで面倒を見ておる。そうそうそう、この湖に戻ってくるじゃろうって。おう、
よかったやんか、ポーラ。よかったんちゃう。やっと、モト君って、あいつモト君ってみたいなしてるやん。これは、喜んでおるのか、うん、怒ってはないやろ。こたびは良い行いをされましたな。これぞ神の仕事。この玉も、花がたこうございます。花なんかあらへんやないか。疲れたわ、疲れたわ。うん。悪い気もせんものじゃな。そやね。帰ってゆるりとお休みください。うん。今宵は、さぞ飯がうまいことでしょう。いや、もともとうまいけどね。こういうものか。いやいや、うまいこと言ってよかったですよ、しかし。よだれを吹きなされ。うわ、え、何、仲間なの。パパ一度、約束通り恩返しますって。え、何してくれんの金人気じゃったか。おう、このなりで思いのほか律儀じゃの。そうやな、律儀よな。しかし、おう、こやつらに何ができるやら。この辺りも似たようなもんやけどな。東の森に加え、北の谷の方まで足を伸ばせるようになったということは、ということはどういうこと。あるいはカッパの手を借りることで、うん、さらに他を広げられるのでは。あ、なるほど。野良仕事を任せるのはさすがに無謀ではないか。あの、一応私はこう自分の畑あるでしょ。それ以外になんか開墾してくれてるんですよ。一回歌歌ったりしたことあったでしょ。あれは別で畑があるので、私が作った畑と同じような仕組みでその別のところを作ってくれる。だから総収穫数が増えるみたいな感じになってんのよ今。ああ、俺喜んでるよ、カッパも。カイマルは分かんの、子供やってくれるって。やってくれるな、言ってみるもんじゃねえ。うん、それでは、それがしの他、うん、カッパの他は、うん、ここの神殿のやり方に習って、そう米を増やすといたしましょう。そういうことやね、そういうことや、ね、だからちょっとずつ収穫量が増えてるってのもあんのよ。先々の収穫が楽しみになるわ。いやー、ならば質を求めてよかろうなのでは。あー、いいね、仕事、カッパの頼み事終了したね、ほら。これで、だからここで作ったものがまた倍々に増えていくってことになりますから。いや、よかったね。一応仕事ももう全部終わりましたからね。カッパの頼み方が終わってね、おそらくこっからね、またメインストーリーの部分が進んでくるんじゃないかなと。だからもう米がね、今安泰になってきましたから、あとはもういよいよ、だからこの人間たちをどうやってこう助け出すのかっていうね、あとはまあ、この島の鬼がなんで発生するのかっていうね、そういうところをついていけるような、おそらく多分南側に進んでいくというね、終盤戦、これはこれで楽しみですよ。多分だいぶ敵も強いと思いますからね。